前回はウォルディールを倒したんで、とりあえず一回帰って黒蛇取ろうか。黒蛇取りましょう。まあこんなとこか。結晶コローのソウルは別にいらんから使ってもいいかな。いや使うのはなんかもったいないねんな。あ、30でこうか。どうしようかな。30止まりにしておこうかと思ったけど、とりあえずもうちょっと威力上げとこ。よし、これでオッケー。ちょっとここで使ってなんか NPC に当たったら嫌やからさ、ちゃんと向こう行って使うわ。戦技の発火威力は高いと、これ絶対お前嘘ついてんじゃねえぞ。出が早い、結構出早いし、 FP もそんなに使わんし、ええんじゃないかな。まあとりあえず先に指輪を拾ったら、今回はあいつと戦いに行こうかな。司教たちな、司教たちにこれ使ってみたい。もう今回は指輪拾うだけで他の攻略一切やらないから、道中のデーモンもスルーしよう。またこいつはまたそのうちね、ミミックと、ミミック先輩とタイマー張っていただくんでね、その時にまたお疲れピーポー。なんかね、動画は問題なく撮れてたんやけど、なんかちょっとおかしいねんな。ああ、そういう感じか。なるほどな。まあ範囲攻撃できるからいいじゃん。よし、まあなんとか殲滅したわ。ほんで、カーサスの乳輪を魔女の指輪に付け替える。だいぶ威力上がんじゃない、知らんけど。どんな、どれぐらい威力上がんのかさ、試したことないから知らんけど、まあとりあえずこれでいきましょうかね。今回は司教倒して終わりやから、そんなに動画長くならんというか、もうめっちゃ短いと思う。今日はねちょっとあんま時間ないから、司教倒して終わりにさせてほしい。俺は突っ込まんがんな。俺は突っ込まねえぞ。前回来た時からめっちゃ強くなってんねやろな俺多分。こいつで試すか。おお、強い、やはり強い。まあとりあえずこいつぐらいはやっとくか。巨人ちゃんな。なんか無言でやって申し訳ないな。なんか喋ろか、なんか喋ろか、ほな、なんか喋ろか。何について話す、世界経済について話そうか。世界経済の話でもやったのか。なんか舐めすぎ、さすがに舐めプを しすぎ。どれぐらい減ったよこれで。ああ、結構減ってんじゃん。誰がわちゃ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 しよん。うわうわうわ、出た、キモタキモウくん。うわ、血色悪い。あ、ほんで昼か、そうか、昼人間やったなお前。翔太昼人間やったな。おぉじゃないのお前、ゲロの音が無駄にリアルなやめてほしいわ。やめろってお前、気持ち悪いなほんまに。ドランの靴、ドランシリーズ拾っとくか、めんどくさいけど。お、大影、これで火を強化できる。あれはダブル電マイからいらんわ。あんな卑猥な武器いらんからな俺言うけど。こう見えて高貴な男やからな俺は。強靭ヒック 0.8。いや軽い装備やからなぁとは思ったけど、まさかここまでさ強靭ヒグイでは思わんかったな。さすがに、さすがにもうちょっと骨のある男かと思ったよ。 0.8 はさすがに草も生えんよ。あ、毒持ってくれやかったな。前か、もうええわ。そう、4にたことやったからな、魔術の時に。よし、ならまずは岩で吹っ飛ばしていこう。あ、みんな吹っ飛ぼか。強っ、え、強っ、めっちゃ気持ちいいねんけど。サイコパスになってる。めっちゃ気持ちいいねんけどとか言いながら、ああ、なんか人殺しって気も、いや、もうこれは聞かんかったことにして、聞かんかったことにしな、みんな。俺は何も言ってない、俺は何も言ってないからな。あ、でも威力は低いな、やっぱり威力はそんなだね。分かってたことであるけどな。はい、強すぎだろ。もうこんな減っちゃったよ。岩吐きがやはり想像以上に強い。岩吐き化け物だな。まあブーストかかってるっつのもあるけど、あ、乗り移ったな。お前らとりあえず適当に撃ってりゃ死ぬじゃん。おい、いやー気持ちいいな。
お疲れ。まあとりあえず数を減らしていこうかな。まだガードすんじゃねえぞ。お疲れ。いやでもちょっと考えてそろそろやってかんと、あれは燃費が足り、1500だと1500はさすがに草、さすがに草生えてしまいますね。これはさあそろそろ大司教出てくるか。大司教来た。よし食らえ食らえ、お前も食らえ。我がイワハギの前にヒレフスがいい。いや我がイワゲロの前にヒレフス。ちょっとこれは考えてやろうか。ちょっとなんか FP 足りん気してきた。ちょっとなんか急に増えたなお前ら。どうした。あーかーん、急に増えましたね。わっ、やってるやってる。闇玉、闇玉が来るぞ。避けろ避けろ。やめろやめろやめろ、やめてください。おら、さ、終わりのお時間がやってまいります。最後は黒蛇でいくか。せっかく戦うな。いけ、お疲れ。全く何の取れ高もない、全く何の取れ高もない回で本当に申し訳ない。はい、なんか言いにくい話ですけど今回はここまでです。もう12分しか取ってないけど、まあ今回はここまでな。本当に今続き取ったらマジでなんかどこで切っていいかわからなくなるから、今回は本当に短いけどここまでということにさせていただきましょうか。めっちゃ上から見てるよ。うわ怖っ。へえへえへえ、はい、というわけでまあおしまい。